長浜神社に来ました。場所はこの辺りです。出雲かけ出雲の語源という説もあるみたい。海から持ってきた新馬荘をここにかけます。長浜神社についてググってみました。鎮座地、出雲市西園町上長浜4258。豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に100日祈願がありました。加藤清正や片桐勝元、福島正則といった武将の参拝があり、その時に片桐勝元が弓をかけたのが弓掛けの松です。八塚水尾光宗の命。八塚水尾光宗の命は国引き神話の神様です。国引き神話は前回紹介したのでスキップ。
銀杏が大量に落ちてます。出雲国府土器、出雲文の上に記載の出雲の社に否定されるが、他に諏訪の社、飛び神社、諏訪神社の論者です。納めの社、夫婦石、船戸神社、中世から近世にかけては妙見社、その村妙見神社などと呼ばれ、日本三大妙見の一つとされました。明治5年1872年に現在の社名長浜神社となった。元宝3年1675年に社殿が焼失し、松江藩主松平綱親の命によって再建されました。稲荷神社、さようなら。